はい、渡辺よしです。今回は、ね、DLC 第1弾サボタージュの今回はノアールをプレイしたいと思います。で、今回使っていくのはこれね、 RPRA 暴走族エピックね。ちょっと人数少ないんだけど、これミュートね、最初からの BO3 みたいにねやってほしいね。うん、もうずっとミュートの状態でやってほしいね。これ最初からなんで、これね、今投票は入っ、投票から始まったんでね、これ最初からなんでね。プレイヤーの皆さんよろしくお願いします。今回キルコンファームドでマップはノワールになります。 今回大技なので RPRA 暴走族エピック&FTL で頑張ってみたいと思います。このマップはもうすでにね YouTube のアップ済みなんだけど、あのボット相手にプレイ済みなんでね。だけど対人間とのプレイということで、今回が初見プレイになります。やっぱボットと対人間とじゃ全然違うんでね。あらら、こうやってウォールランしてくる変なやつが結構多くてよ、めっちゃ困るわこれ。うん、めっちゃうぜえわ。あのウォールランとか必要なかったんちゃうこれ。うん、BO3 の真似することはないよねこれね。うん、そっくりなんでねこれ。はよしよし、敵のタグも味方のタグも拾いつつ、拾いつつ敵タグ取って、ドローンパッケージ OK か。敵どこにいるのかこれな。ドローンパッケージこっちにちょっと、あれこれドローンパッケージ落としてる時に限って敵に取られるんだよこれ。あのドローンパッケージ取られてるんだこれ、味方に。困るよこれ、こういうのよ。あ、敵のか。これ何拾ってんだこれ。取られてるよこれ。ほんと困るぜ本当に。まあいいけどな、もうしょうがない。よっしゃ、7キル。ちょっとアサルトモードちょっとやってみようかこれ。おうまい。このマップ面白いんだけど全然マッチングしないんでね。うん、これ多分あの建物の構造的にキャンパーさんが結構多いから、それ やる人減っていないのかな、これ分からないんだけど。うん、なんかやりにくいねこのマップは。とってもちょっとあまりとつりすぎてもあれだな。敵の遊泳、うまい。ちょっとキル数がちょっと伸びませんの、これ。これどこにいんだこれ。全然キルできない。まだ8キル。敵が強いね、これ13キルやってるやつがいるな。今回の FTL フェーズシフトね、別の時空間に移動してダメージを避けるっちゅうやつなんだけど、あまり使わないんでね、ちょっと。結構これ強いみたいで、あのうまくいけばあの裏取りとかできたりするんでね。どれにいるかがちょっとわからんな、これ。RPRA もね、これあの、ベルト許してね、あの、ヘッドショットの代わりに股間にダメージ与えるんで、9キル。よしよし、フェーズシフト。よしよし、あ、フェーズシフト使ってるわ。これたまねえなこれ。
13キロ、ちょっと良くないですねこれ。ここ面白いね、 BGM が。このマップ面白いんだけどね。結構濃いな。うまい。14キロかまだ。ちょっと少ないですねこれ。上にいるのこれ。慣れてしまったわ。中にいるなこれ。あ、上にいるなこれ。あれちゃう？フェーズシフトすぐたまんね、たまるね、早いね。16キロ、勝ってるんだけど。ここやなこれ。左かこれ。浴び方かこれ。ここ来るなこれ。この薬局あんまりいない。フェイスシフト、ちょっと裏取り、この辺に多分いるでしょ、これ。はい。お、20キロやってるわ。悪くはない。結構キルペースもまあまあいいんじゃない？少しは。うまい。このマップでは面白いな、とっても。うん。あ、びっくりした。どこにいるんだ？敵さんどちらにいるんですか？出てきて。出てこい。な、ぴょん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 すんな、しかしよ。やりにくいぞ、これ。うん。全然ダメだよこれ。こいつはめちゃくちゃやりにくいわ。あんま強くないんだけど、なんかやりにくいね。あれ、ここちゃうか。あ、ほら、敵かこれ。あ、味方かこれ。キルが伸びないですな、あんまり。結構でも難易度高い、面白いね。難易度高いな、このマップ。建物が多いんでね、やっぱりどうしてもあのキャンパーさんが結構増えるね、これ。うん。ちょっとやり込む必要がある、これ、このマップ。全然キルできません。もう成績悪いと悪いんだけどね。もう上げるわ。うん、マッチングしないんでね、 またこのマップを。だ、大変なんだよこれ。これ左にいますねこれ、多分。あ、こっちだなこれ。全然ダメだ。成績悪いから、ちょっとファイナルキルでも攻めてね。ちょっとスナイパーライフル厄介だな、本当に。厄介の何者でもねえよ、本当スナイパーライフルって。いるいる。フェイスシフト。この辺でもやられたでしょ、これ。
下が取らん方がいいね、これ。あまりいいところ見せられてないんだけどね。分かった、100対83で勝ちましたよ皆さん、コングラチュエーション。4位か5位、あ4位ファイナルキルはこのプレイヤーです。 R3K ガンビット難しいこのマップ、面白いんだけどね、ちょっと難易度高いねこのマップは。ということでね、プレイヤーの皆さんありがとうございました。これね、こういう感じでね、で今回の成績が22キル22です、イーブンで、確認キル14で、阻止キル3で、スコア2425でした。今回使っていたカスタム、これね、今回 RPR エボ暴走族エピック&FTL でね、ノワールでキルコンファームでプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。